帰ろう。ショップピング。ああ、何もやることねえよ。散歩かな。買う。無駄遣いしよう。なんか。ああ、ダメだった。お、買うんかい。ああ。なんだよそれ。誰だお前。はあ、弥生ちゃんとこ行こう。マンション、うん。はい。はい。そうです。我が事務所に何の用かな。送りを取った事務所の様子を見に聞いたよ。我々が数日間は足踏みしていた件を。さて、あれ、まあは友人に会いに。プールか。なんだ。うん、鼻息がないな、ゴジ。絵画を見つけたくらいでいい。そうだな。それだけではないのだ。なんだ。貴様には知る由もない。何わけのわからんことを言ってるんだ。うん。単なる絵画紛失にとどまらない。はあ。どっとこれ以上は。なんだお前は。どうとでも言え。何も知らないようだ。まあ、あの件には裏がある。ほう。小次郎、貴様はよく踊ってくれた。そう。
しみで心が満たされているから。だが見てみ、貴様への憎しみはいずれ僕への愛へとしょ。なんだそのやってらんねえなって面は。象徴の真似をするな。まあ今のところは素直に負けを認めておいてやろう。だがしかし、それはほんのささやかな一時のものでしかないことを。そして所長は僕に、さすがだ二階堂、小次郎のようなヘッポコポーとはわけが違う。誰だこいつ。彼からの言うのはそれほどの身内があります。のっと、これ以上は言えない。貴様がこいつバカだな。ことを知っているわけがない。どっか行った。おお、干してある。いや、払えよ。だって、それは、はい、その、管理会社さんに支払ったら、私、だって、持ち物。チケット。もういいのかい。はい。はい。あ、自動。すごく人がいますね。はい。
ください。見てください。ほらほら、見てください。さ、早く、こっちです。おお。はい。本当ですか？進むな。プールってここですか？エール外国人学校。エール？エールってエルディアの別名。どうしたんでしょう？は？私は更衣室で。そうなんですか？ふん。やだ、そんな。わかりました。あ、変質者、こんなとこまで。警備員を呼ぶわ。嘘、水着になんか着替えていないじゃない。何なんだよ。あ、いや、シンクロするな。待つ、出前。おやおや。どうですか？本当ですか？嬉しいです。はい、ちょっとは恥ずかしいんです。そんな可愛いだなんて。はあ、小次郎様は泳がないんですよね。でしたら、ここ、私の髪の色みたいな人少なくないんです。はい、更衣室も綺麗でしたし。そうですよね。うん。小次郎様、今から50メートル行きます。小次郎様。小次郎じゃないか。ああ、そうだそうだ。うっほい。それはこっちのセリフだ。わ、悪いか。見るなよ、そんな。私が買ったわけじゃないぞ。知るか。そうだな。なんだ。あまり見ないでくれ。そうか。小次郎。さっきはその、すまなかった。だからその、大人げない言動だった。許してほしい。あの時は本当にどうかしていたよ。
顔から火が出そうになった。なんて子供なんだって。謝って済むはずはないがな。許してくれ。私が気にする。カリカ、小次郎に遅れを取ったことが、うん、答えられることなら。ミド？知らないな。小次郎、たとえいたとしても。あらあら、弥生どうしたのよ。マリナ。ウルトラマンって。過激な水着を着て内緒でナンパされようなんて10億年ほど早いんじゃなくて。違う、彼は。何何？そのナンパだ。やっぱりナンパなんじゃない。はいはい。目線がずいぶん下に下がってるわね。見るなとは言わないけどね。褒めるときはきっちり褒めること。いい？ま、悪くはないんじゃない。あら、結構テクニシャンね。叱る後に本命の声を待つってわけね。自己紹介してくれる？小次郎、変わった名前ね。あふ。どうしたの弥生？いや、ちょっと喉が痛くて。あふ。拍子に踏んでしまった。移動？ああ、なるほどね。あら、もう行っちゃうの？そうね。もう？あはん。じゃあね。火事だ。ああ、おい、あ、誰か助けて。いやー、なんだなんだよ。陽動作戦だ。助ける。いい加減にしろよ、てめえら。ああ、おい、お、おい。なんだてめえは。お、え、
次はてめえの番だ。あ、おお。あの男どもは意外に頭の回る連中だったわね。当たり前よ、意味のない警報に。さあ大丈夫、歩ける？うん、私がおごっていってあげようか。うん、本当に一人で大丈夫。ありがとうございました。ええ、それが何か。二階堂。はい、それでは失礼します。ですけど。はい、さあ夕食の支度をしますね。うん、おい、知ってますよ。さすがですね。
会の情報はいち早く仕入れますんでね。ま、無理にとは言いませんね。はい。実は今、うん、例の場所なんですよ。怒らないでください。じゃあバーに。はい。はい。はい。お任せください。はい。な？何？なんだ貴様。子供か貴様。僕としたことが、なんだこいつ、こんな辺境の汚らしい不動へ迷い込んでしまう。貴様は単に探し物を探しただけだ。あの海外にこんなもったいない情報をお前に教えるわけにはいかんな。見ているがいい。オス、ちびちびやってましたよ。何ですか。そういえば気づ、小次郎さんご贔屓の例のウェイトレスですよ。何でも当分お休みだそうですぜ。え、私は結構。なんだよ。早速依頼を達成されたそうで、ご謙遜を。気に入ったら料金をいただくという方式で困る。例の絵画ですがね。ええ、おっと、知っておいででしたか。さすがですね。そうですか。なかなか粋な情報だと思ったんですがね。どうです、もう絵画の情報収集は打ち切りますか。小次郎さんのご自由に続けますか。わかりましたよ。小次郎さんのライバル探偵社ですがね、葛城探偵事務所ですよ。今回の件でバッティングしたそうじゃないですか。あそこは結構やばい状況ですぜ。経営的にってことですよ。小次郎さんが今回追い抜いたことでどうです。もっと
こりゃどうも。しかしいずれは分かりました。じゃあ私はこれで。そりゃもう、なんだよ、大したことなかったな。おや、あの野郎か。続く。